はい、万次郎です。いやー、まあコロナ騒ぎね、もうどんどんひどくなってきましたね。なんかもう夢の中でね、生きてるような、そんな錯覚にもね陥りますよね。まあそういうことでね、なかなかのんきにねオールドレンズもねこうやってられないっていう、そういう雰囲気にもなってきたんですけども、まあまあね、ちょっとそのこの業界に関してね、どうなっちゃうんだろうねっていうことでね、まあオールドレンズトークもね、ちょっと踏み込んでみたいと思いますね。まあそういうことでね、今日のテーマは、まあコロナ後のね、カメラ業界を想像してみたという、ね、まあわかるわけないんですけどね、まあそんなテーマでね、お話ししたいと思います。2020年のね、幕開けはね、オリンピックイヤーっていうこともあってね、カメラ業界も決戦の年と位置づけられてたんですよね。2月末の CP プラス2020に向けてね、各メーカー、まあ、新製品をね、発表しようといろいろとね、準備していたと思います。まあ、しかしね、まあ、新型コロナのね、感染蔓延でね、すべてのイベントがね、中止に追いやられね、まあ、ついにはオリンピックまでもね、延期となりました。まあ、さてさてということでね、カメラ業界一体これからどうなってしまうのかね、まあ、ちょっと想像してみたということなんですよね。まず直近のね、断片的な情報をね集めてみるとね、まあデジカメインフォにねいろいろ載っていたんですけども、 BCN ランキングによると、まあ、3月のミラーレス一眼デジタルカメラの販売台数は前年比 49.5% でね、まあ、年明け以降は前年割れが続いていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、まあ、状況はさらに悪化したと。まあ、通常はね、春はカメラがよく売れる時期なんですよね。メーカー別のね、販売台数前年比もね、市場全体と連動して低迷しているわけですよね。ソニーが 44.5%、まあ、半分以下ですよね。オリンパスが 54.9%、まあ、キヤノンに至ってはね、32.3% まで数字を落としたということです。まあ、ただシェアとしてはね、4番手ながら富士フィルムのね、115.6% というね、まあ伸長してるんですよね。販売台数シェアではね、年明けから上位3社による混戦がね続いていたが、3月中旬以降は、まあ、ソニーが突き抜けて、まあ、30% 超を記録しているとね、まあ、グラフをねお借りして載せておきますけども、まあすごい落ち込んでるんですよね。それでね、ちょっとデータはね古いんですけども、ヨドバシカメラの3月下期のランキングっていうのがあるんですよね。1位ソニーの α7-3 ボディ、ね、2位ニコン Z50 ダブルズームキット、3位ソニーの α7-3 レンズキット、第4位が、ソニーの α7R4 ボディ、第5位がね、オリンパスの OMD-EM1M3 ボディ、第6位ね、ニコン Z6 ニコール Z2470F4S、まあ、プラスマウントアダプター FTZ 付きっていうことでね、第7位にまたソニーの α6400、ダブルズームキット、第8位にキヤノンの EOS1DX M3 ボディ、第9位にソニー α6600、E18-135、まあ、ズームレンズキットですね。それから第10位がキヤノンの EOS90D
ボディということになります。まあこのデータ見るとね、半分がボディなんですよね。で半分がレンズキット、まあ、ということはね、まあ、新規に買ってる人は半分しかいないということですよね。まあそれにつけてもね、α7-3 まだまだ強いということですよね。どうなっちゃうのかなという感じはしますけどね。まあキヤノンに至ってはね、一眼レフ機しかね、入ってないんですよね。まあキヤノンはね、EOS R5、EOS R6 ね、その待ちになってるんでしょうね。でニコンの方はね、結構前線してね、Z50 や Z6 がまあ入ってるんですけども、まあこれはね、キャッシュバックキャンペーンのおかげみたいですよね。まあそういう断片的なね、いろんな情報をこう見ていくとね、まあ各社ね、まあサードパーティーも含めてね、新型マウント用のレンズに関しては、まあ意欲的にラインナップをね、強化していますよね。まあただこれだけね、売り上げとか販売台数が落ち込んでくるとね、まあ、相当苦しい環境がね、存在すると思いますね。まあただね、各メーカー、まあそのコロナ後のね、対応っていうのはもう全然できてないと思いますよね。今現在はね、その、なんていうか国がね、まあその自粛規制っていうかね、3密を避けるっていうことで、まあそれに、まあ邁進してるもんですからね、まあそれも対応で精一杯っていうことですよね。工場だとかね、事務関係、営業関係もね、ほとんど動けないっていうのがね、実情ですからね。まあそんな中でもね、X100V がね、ヒットした富士フィルムがね、唯一販売台数を伸ばしているんですよね。4月にはね、XT4 が出てくるのでね、まあそのまま行けばね、他社の値崩れが予想されるんですけども、まあ逆にね、生産できてない状況もありますからね、まあもっと売り上げが落ち込むかもしれませんよね。まあ各社どこまで踏ん張れるかね、ここが正念場ですよね。まあ本当に頑張ってほしいです。まあキヤノンなんかもね、非常にね、新しい、まあ、ミラーレスをね、出すということで、盛り上がってくるなというふうにね、思ってたんですけどね。まあさらにね、オリンパスもペン F をね、少しまたね、作ろうかっていう、そんな、まあ、ニュースもあるんですよね。まあただね、ある意味いろんなものが吹っ飛んじゃうんじゃないかなとね。まあキヤノンもね、あの APS-C 機をね、今の新しいマウントで作るなんていう話もありましたけどね、もう無理でしょうね。まあそんな余裕はね、全然ないかなという、まあ、そんな感じですよね。まあこの 2,3 ヶ月経ってね、ある程度もう収束が見えてくればね、まあまたこう盛り上がってくると思うんですけども、なんか全然先が見えないもんですからね、どうなっちゃうのかなと、まあそういうね、ことです。まあそういうことでね、まあ波乱の2020年は、まあ、これからどうなっていいのか、まあ、本当に目が離せませんよね。まあ日本経済、まあ、ひいてはね、世界経済をね、断末魔が聞こえそうな雰囲気ですからね。まあ結果誰も見通せないでしょうね。まあ戦争にならないっていうね、そこだけは確保してほしいですよね。まあこれだけね、大きなことが起こるとね、本当にね、世界が狂ってしまうってことはありますからね。まあ戦争にならないことだけがね、本当に願うだけですね。まあそういうことで、あの取り留めもない話をねしましたけども、この動画がね、良かったと思われる方はグッドマークをね、そして登録の方ぜひよろしくお願いします。まあ今はね、
感染しないことね、感染するとね予想以上にひどいことがね待ってると思いますよ。まあとにかくもう感染しないっていうことがね、まあ、第一義かなとそう思います。はい、万次郎でした。